黒田和義です。今日はベースの荒川聡さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。荒川くんは、まあ、うちの、セミナーとか、ベースとか理論のセミナーやってもらったりとか、と、ライブもしょっちゅう一緒にやってもらってますが、今はどんな活動が、まあ、コロナになる前とかでもいい。コロナになってからちょっといろいろ停滞してるかもしれないですが、活動的にはどうですか？活動はそうですね。もう本当に名古屋を中心に。ほぼ名古屋だけぐらいな感じなんですけど、僕は、うん。まあ、あとは、まあ、三重とか岐阜とか、その東海三県を。東海三県あるよね。うん、はい。ジャズを中心に、活動しております。ジャズですね。はい。もうだいぶライブの戻ってきたんかね、やっぱり。そうですね。ちらほら戻ってきてはいます、うん。うん。この間の東京は久々に楽しかったですね、本当に。うん。はい。あれ、ちょっと動画をちょっと上げていってるので、3月の水をあげようかなと思ってて、今週。うん。あれやっぱすごい良かったね。なんか、あれマヤハッチもやってて。うん。マヤハッチと二人でやってて、うん。なんか、ハモったりしながら二人で作ってるやつがあって、めっちゃかっこよかった。同じアレンジだったんで、うん。あ、そうなんですか？そう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 。あれ誰かのアレンジがあるんですかね？あれでもマルセロが作ったんじゃない？アレンジ。あ、そうですか。うん。じゃないかな。多分。彼のアレンジ、彼のアレンジすごいいいよね、なんか。ポンテイロとかも、原曲聞いたけど、5拍子のとこないもんね。ああ、そうなの。じゃあ、マルセロさんのアレンジなんですね。うん、あれマルセロくん。マルセロくんらしい感じだよね。なんか、エネルギッシュな感じ。うん。だから、ああいう感じで、うん、とっても楽しかったですが。まあ、僕のライブにもしょっちゅう一緒にやっていただいてるので、まあ、そんな感じで活動する。最近、ここ先で、なんか、おすすめのライブとかありますか？おすすめのライブですか？自分の中で。そうですね。まぁ、ちょっと先になるんですけど、10月ぐらい。そうですね。10月とかそのあたりの僕の、リーダーでやってるトリオの、ピアノトリオのライブがありました。うん、10月2日土曜日です。10月2日土曜日。これまた詳細書いておきますね。はい、YouTube のところね。はい、ありがとうございます。よければぜひ見に行ってください。なんか、なるせくんは、江藤くんと、倉田さんとツインドラムでツアー回るとか、うん、面白かった、ね。ちょっとタイミングあったら行こうかなと。はい。そんな感じで、活動してます。まずジャズを始めたきっかけっていうか、まあ、うちの名音だもんね、うん。そうですね。はい。名音だけど、もともとジャズをやりたくて一緒に大学入ってきたの。そうですね。だいたいそんな感じですね。最初とかエレベだったもんね。そうですね。エレキベースだったんですけれど、それジャコパストリアスを知って、で、うんうん、で、うわ、ジャズってめっちゃかっこいいじゃん。うん、で、ちょうどその、ジャコパストリアスを知った時と、名古屋音楽大学にジャズ科ができるっていう話が同じぐらいのタイミングだったんです。ああ、そうかそうかそうか。メオン。は、メオンに行きたい。うん、うん。それから、それでメオンに行きましたね。うんうん。ジャコみたいなやつは、今も練習してる。もう全然してないよね。全然してないっすね。もう方向性変わっちゃったもんね、全然ね。そうですね。変わっちゃいましたね。ガラッと。まあそうだね。でもやっぱりジャコはかっこいい。今聴いてもかっこいいよね、絶対。うん。かっこいいですね。そっか、ジャコだったんだ。あ、それでエレベで、で、なんでウッドに変えようと思ったの？いや、もうそれはもう大学入ったらもうみんなにウッドベース弾かなきゃダメだよ。あ、もうプレッシャーがね。いやです。うん。みんなにしごかれましたね。ああ、そっか、うん。はい。そっか。なんかあんまり、その、学生の時にすごく喋ったって感じじゃないんだけど、意外とみんなとこう、ああだこうだ言われてたのね。そうやって。うん。散々言われましたよ。そっか。で、でも結構、この間も車の中で喋ってたけど、言われてよかったなって言ってたから、言われるのが苦手ではない。あ、そうですね。うん。僕は、その、辛いとか思ったことないですね。ああ。結構みんな、言い方きついからね、みんなね。なんか、その、なんか、今思えばそうっすね。そう。それができないのは、お前の人間が悪いんだがぐらいの言い方をするけど、そんなことないのに、とか、思うことがすごくよくあるけど、言い方がきつい感じが、そこをうまくこう、受け流せるのは才能だよね、なんか。そうですね。俺とか、まあ、それなりに被弾するんだけど、俺、二日ぐらい寝るともう全然忘れちゃうタイプだから、僕も似たような感じですね。うん。二日ぐらいはうじうじ思ってるけど、なんか二日ぐらいすると、なんかもうすっかり忘れてるし、で、あとこう、うん。結構こう、僕なんかこう相談とか、
こう、よく受けるんだけど、そうすると、みんな、ちょっとあまりにも真剣に悩みすぎるというか、まあ、いずれわかるけど、今ピンとこないものは、ちょっと後回しにしていいって俺は思うんだけど、その辺どう？その、だって今、やらなきゃいけないこと山積みじゃん。で、いろいろ言われて、こう、インプットが入ってくるけど、なんかその、今ピンと来てない、その、言われてピンとこないものを、なんか、えらい取り組もうとみんなするんだけど、ピンと来たものだけから順番にやっていけば、そのうち分かってくるような気がするんだけど。そうですね。うん、僕もあんまピンと来てないことはあんまり気にしてないですね。うん、うん。ぐさっと来たこととかはもちろん気にしますけど、少し疲れたみたいなこととかは。あ、なんか。ちょっとこの人何言ってるか分かんないな、みたいな人。やつとかは、あんまり気にしてないことの方が多いかもしれないです。昔、だから、僕なんかも、その、歴代この MD の頃は MD の機器にマイクをつけていつも撮ってたし、で、なんだ、アイリバーができた頃はアイリバーってやつで、こう、簡単にこの首からかけるやつで録音できたし、常に録音して、うん、ちょうどさっき話が出たんだけど、江藤くんに前、なんか、どういう練習してるのって言ったら、やっぱりライブをやって、絶対に客観的に嫌だけど聞くっていうのが、やっぱり、その中にやっぱりいっぱいヒントが、その、直せない、今もう、どちらかってどうしようもないものもあるけど、あ、これだったら直せるなっていうところからちょっとずつ直していくと、だんだん理論整然としていくから、やっぱり聞いて、で、っていうのをやっぱり彼も言ってたし、カートイリングの、ワークショップ行った時も同じこと言ってて、とにかくその伝わったかどうかが、録音で伝われば、伝わってるけど、伝わってない感じがするってことは何かが足りないんだ、みたいなことを言ってて、で、修正ってしていくんだって話をしてて、俺もだからずっと歴代いろいろ録音して、そうするとこう、ライブ全部聞くわけじゃないけど、こう、すごく言われた、あの曲めちゃくちゃ走ったよねって言われたりとかすると、聞き直してみて、そしたらドラムが走ったんじゃなくてベースが遅れたとかっていうのがよくあるから、で、客観的に聞いてみて、あ、本当だ、俺ここ走っちゃうんだと思えば直せばいいし、そこを、なんか、走るんだと思って、自分が抑えると、バンドものとも遅くなる癖がついちゃうから、そこはやっぱ客観的に自分でそう思うまでやらなきゃいけないよね。そういうのはする？やっぱ、録音したりする？いや、めちゃくちゃしますね。もう、毎回ライブの時は録音して、うん、それを、まあ、終わって、車の中とかで、聞きながら、さすが真面目ですね。やっぱりそれを繰り返すしかないよね。ジャコパスからウッドベース行ってこうひらめいた人とかいるの？ひらめいた人？なんかこう、ウッドベースをさ、まあ、なんかみんなにやれって言われたからやるじゃん。だけど、なんかまあ最初は嫌々だったりするわけじゃん。なんかまあしゃあないからやろうか、みたいな。だけどなんかこう、今だったらもう完全にジャコパスよりもウッドベース行くわけでしょ？そしたら、なんかやっぱひらめいた人がいるわけじゃん。あ、パッて聞いてて、あ、これいいわ、ジャコパスぐらいの衝撃があったベーシストって誰？誰でしょうね。あんまり、なんかこう、アイドルみたいな人はいないんですけども。ウッドベースでは。うん、はい。もうみんなかっこいいと思う。そうだね。で、なんかそのベーシストというよりかは、なんかやっぱそのジャコパストリアスとそのウッドベースとかでやるようなジャズって、ベースラインがもうそもそも違うじゃないですか。で、やっぱそこのギャップがすごい苦しいんだというか、なんか、四分音符ばっかりで面白くないな、なるほどね。感覚だったんですよ、最初は。もうジャコパストリアスってもっと16分音符とか派手じゃないですか。なんか派手だよね、ブンブンとかやるもんね。そうそう。だったから、やっぱそこのなんか面白さみたいなのが全然わかんなかったんですけど、そういうのを、僕の一個上の先輩の浅井翔太くんが、こういう音源もあるんだよって言って、なんか、ウェイントン・マルサレス、枯葉を聴かせてくれたんですよ。それ聞いたときに、うわ、あ、こういうこともいいんだ、みたいな。あ、そうだね、四分音符から全音符からどんどんこう、二分音符、なんか、1、2、3、4、5、6、7、8になっていくやつね。7拍になったり、5拍になったりとかっていう感じで、あ、こういうこともありなんだ、じゃないですか。面白いじゃん、みたいに。そこで、こう、ピンときたって感じです、ね。ああ、なるほど。でも今はそんな派手なことするというか、どっちかというと四分音符の方が好きなタイプ。だんだんそこから馴染んでいったって感じ。いやいや、もちろんポリリズムとかも大好きです、ね。まあそうだよね。ポリリズム好きだよね。はい、この間、
なんかこう、メトロノーム、昔やったらって言ってたよね。この4拍目にメトロノーム鳴らしてとか、なんか2拍3年でメトロノーム鳴らしてベースライン弾いたりとかしてたじゃん。はい、めっちゃ安定して普通にできてるなと思って、そういうのをコツコツやるタイプですね、本当に。そうですね。はい。楽しいですからね、そういう練習。うん、最初できないのが、あ、俺全然できないじゃん、もう。なって、それがだんだんできてくるのがすごい。うん、そうね。で、そうするとこう、2拍3連とこう、自分の4ビートがこう、絡むって感じが、レイヤーが実際増えるしね。そうなんですよ。あれ、裏の2拍3連とかやってたっけ？いや、表の2拍3連か。時やってたのは、2拍3連とかじゃなくて、あの、3拍に1回。ああ、そっか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 。3拍フレーズです。1、2、3、4、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 1、2
そっかそっかそっか。うん。あの、この1個を3拍分で1個でこういう風にするって感じだね。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォーみたいな。そういうのをやってたね、なんか。ラリー・グレナディアの7拍子をやるときは7拍目の表に鳴らすんだって。ああ、やっぱ、でもなんかそういう感覚なんでしょうね。うん。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、ピッ、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、ピッってなるようにして、またぎまくるみたいな。だから表で合わせるんじゃなくて、裏のここを軸にして、なんかいろいろ細分化していくっていうことをずっと言ってたけど、すごいよね。ポイントがありますもんね。うん。裏拍に鳴らすって大事ですね。まあでも、練習比較的好きだよね、だから、どっちかというと。はい、好きです。俺もめっちゃこう、練習するの好き。練習とかリハーサルの方が好きなんだよね。こう、本番は、あっという間に終わっちゃうから、俺は本番一回やるのに本当はできたら、こう、細かくアレンジしたものを、リハーサルを、ここは止まった方が楽しいとか、あ前に浜崎渡ると、渡辺翔太と、日陰さんと4人でやってたカルテットは、なんか、お昼から、アリホーニヒとの、教材で、こう、なんていうかな、そういうこう、ポリリズムの練習ばっかりやって、で、5時になったら、ライブのリハやって。で、その、ツアーを回るんだけど、1週間ぐらいそれをずっと続けるから、もう、1週間目ぐらいの時にはもうすごい、すごいアプローチが、みんな何やってんだこれ、みたいな感じになるぐらい、でもみんなキャッチできるし。だからこう、ポリリズムとかやるとき一緒にやる人がいないとね、やっぱり。そうですね。うん。全然違いますね。そう。自分だけできても共通認識がないとダメだもんね。そっか。なるほど。はい。すごい真面目な、もう、真面目な感じがすごい出たベースだけど、でも最近すごいこう、あれだよね、エモーショナルな部分が出てきてる感じがしますが。あ、本当ですか、ね、うん。だいぶ乗せれるような。やっぱ出すのは難しくてですね。苦しんではいますけどね。ああ、そっか。まあ、はい、でもベーシストだってまあそこは淡々とやっても成立するからね、でも。出したいところですよね。じゃあ、人生最大のしくじりとか、まあ人生というよりかは、まあ音楽人生で最大のしくじりって何ですか？パッと思いついたのはですね、あれは何年前ですかね、黒田さんと、岡崎ジャズストリートで、名前ちょっと忘れちゃったんですけど、トランペットマリー・リッチの。はははははマイク・プライス。あ、そう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 。マイク・プライスと一緒に。マイク・プライスさんと一緒にやった時に、すごいしくじりをしたのがあったっけ？はい。なんかまあやっぱ、リハーサル当日でこう譜面をもらうじゃないですか。で、それでもらってリハーサルして、で、A4 の3ページだった曲なんですよ。で、リハーサル終わった後に絶対にわかんなくなるからちゃんと製本しとこうと。3ページ目を製本し忘れて、2ページだけ用意して演奏始めちゃって、3ページ目がなくて、めちゃくちゃロストしまくって、もう3ページ目がソロパートだったんで。その曲だけソロのコードチェンジが違う曲で。またその、よりにもよって、普通はこっち見ればいいのに、何やってるんだろうみたいな。ああ、そう。大しくじりでしたね、あれは。そんなことが。3ページ目がないってなって。あ、ページが、2ページ目がこう上下逆になっていった時とか俺あるよ。そう、きついです。これ今この辺だよな、みたいな。
じゃあ譜面は問題はやっぱあるよね。間違えて、曲間違えてテンポを早く出しすぎちゃって、なんか、頑張ってやったんだけど、途中でもう無理で止まっちゃったみたいな。止まると誰もが分かっちゃうから、でも、明らかにこれだともう演奏が不可能って感じになったことは、そういうのはあるよね。念入りに製本までしてたから、もう絶対大丈夫だろうと思ってたら、製本自体を忘れてた。そっか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 。わかるわ。そういうのはあるね、確かに。岡崎ジャズか、懐かしい。あの、血の気が引きましたね。おー。タップダンサー入った時はね、マヨちゃんとか。あー、そうですね。確かにそうだね。そういうのやったね、確か。懐かしい。マイクプラス、元気がね。そうですね。うん。で、まあ、いろいろこう、演奏活動してきて、僕はセッションとかジャムセッションとか行くと、意外とこう、いろんな人に喋りかけて、で、こう、これってどうするのとか、この曲ってよくやるのとか。で、あの当時は僕ら黒本っていうのはなくて、青本っていうやつがありまして。はいはい、はい。青赤じゃなくて、なんか、青だけの、なんか、こう。ありましたね。その、水玉のやつがあって、で、あれをやってて、で、やった曲はこう、日付書いてったりとかして、うん。みんなあれでやるから、そうすると、その、日付書いてるのがたくさん出てくると、よくやるから、みたいなので、重点的にやったりとかはしたけど。セッション参加の心、まあ、最初の頃はもうボロボロじゃないですか。だから。今日もご視聴ありがとうございました。今日の動画が面白かったなとか、ためになったなっていう方は、ぜひいいねボタンを押してください。作る時のモチベーションになりますので、よろしくお願いします。このチャンネルでは、ドラムの演奏ですね、ジャズの演奏とか、ポップスとかもやってます。あと、クラシックとか吹奏楽のコツなんかも教えてます。あと、ジャズの楽しみ方ですね。リスナーの方とか、他の楽器の方が、ジャズが面白いなと思うために、まあ、歴史とか、曲の解説とか、演奏中に何考えてるかっていう動画を上げてますので、ぜひお楽しみください。週2本ペースでアップしてますので、見逃さないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。この動画の中の譜面などの資料はメールマガジンの読者さん限定になりますので、詳細欄からメールマガジンの登録をお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。